トルクインダクションのエンブレムが重複された、ヤマハ RD3501972 年式、ヤマハ CT175。トルクインダクションのエンブレムが重複されている。トルクインダクションは、ヤマハ発動機が1971年に開発したニストロークエンジンの吸気システムの名称である。トルクインダクションは、ピストンバルブ式ニストロークエンジンにリードバルブと7。 ポート式9排気ポートを組み合わせたもので、1971年のヤマハ DT250、RT360、AT125、HT90 の4車種に初採用された。1971年7月のプレス発表時点ではトルクインダクションの名称は用いられていなかったが、同年9月の4車種発売のリリースからこの名称が用いられ始めた。 米国特許取得は翌1972年である。トルクインダクションは欧米では1973年発売のヤマハ RD350 での採用で著名であり、トルクインダクションの採用が車体にロゴの形で検伝されていたが、その後1970年代後半よりユープブスや u イスといった新技術が登場してくると、ヤマハのニストロークエンジンの中では的な、 技術となってしまい、トルクインダクションを前面に出して宣伝されることはなくなっていった。トルクインダクションの中核となる技術は、シリンダー内壁に設けられた、旧機1、排気1、早期5からなる合計7つのポートである。もともとヤマハは1960年代中盤より、ループ式早期を改良し、シリンダー側面側に4つの早期ポートを持たせた後、ポート式を ヤマハヤスマイナス1などで採用していた。5ポート式は、実際には、吸気ポートを含めると、シリンダーには6つのポートが存在するが、送配機に直接関わるポートは5つのため、吸気ポートを除外して5ポートと呼ばれていた。ヤマハのプレス発表に7ポートが初めて現れたのは1968年10月で、英国のプライベーター、D ・ブラウニングによりもともと5ポート式であった。 ヤマハ TD1C を7ポート式に改造した車体が英国内のレースで活動中と報じられていた。この7ポート式とは5ポート式では、総廃棄に関わらなかった旧機ポートのポートタイミングをポート加工で変更し、早期工程の際に旧機ポートも早期に関わるように改良したものである。7番目のポートは旧機ポート上部のシリンダー内壁を削り込むようにして、 設置されるため、早期の際には、シリンダーの髪型に向けて、混合技が噴出するように動作する。これにより、初期のクロスフロー式早期エンジンの改良策として、存在した、リフレクターピストンと同様の効果を、フラットトップピストンでも得られるようになり、ループ式早期よりも確実な早期効率が、得られるようになった。そのため、7ポート式は、見かけ上は、9期1。 排気1、早期4の6つのポートしか存在しないが、吸気ポートが早期ポートの役割も果たすということで7番目のポートとして数え上げられていた。ヤマハのエンジン技術は通常、ユープブスやユーイス、アックスなどに見られるように、窃盗時にヤマハ、設備時にシステムをつけることが一般的であるが、トルクインダクションについては、このような命名規則が一般化する前の技術のため、 ユーティスのような略語が存在しない。ヤマハの歴史上でユーティスという用語をあえて使う場合、ユープブスに T ビスの要素を加えて1992年に特許を取得したヤマハタンブル誘導制御システムのことを指すという点に注意が必要である。ABW アクションの7ポートエンジン、ヤマハニュースナンバー971971年7月号。 噂は、新日ニュートレール新発売、ヤマハニュースナンバー9 9百9 7 1年9月号。アメリカが衆国特許第380万5755-2サイクルエンジンウィズオグジリアリエングゾーストポーツ、海外に反響を呼ぶ5ポートの新型、ヤマハニュースナンバー531967年11月号。カスタム、エルウッド2ストローク4 ストロークハイブリッドライデパートヤマハ技術って超後、ポート5つの常識、ヤマハニュースナンバー55968年1月号。七ポートのヤマハレーサーイギリスで、威力発揮、ヤマハニュースナンバー64968年10月号。伊坂義晴、日垣義行、デベロップメントオブ、ヤマハタンブルインダクション、コントロールシステム。 サイインターナショナルサイテクニカルペーパーズ1995年8ページありがとうございます。